私の後ろに見えるのは静岡県最大級のマルシェです。新東名高速と大井川鉄道が交わるところにできる門出大井川、もうすぐオープンします。イエーイ、一番大好き。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。門出大井川は JA が中心になって地元と農業に元気を出してもらおうと作られています。建物は完成しました。レストランの準備は去年から始まっていました。地元の素材を生かしています。これがタケノコのフライです。こっちが芋餅です。 JA 大井川女性部が自分たちの家庭料理を持ち寄りました。生産者の人たちの愛がこもっている料理ばっかりなので、それをそのまま形にできたらいいなと思ってます。門出大井川のレストランを任されるのは料理学校の卒業生など4人の若い女性です。力を思い切り出しでしっかり絞った方がいいと思います。力すごいいります。すごい家庭的な料理はあんま習わない。あーそう七福神漬けや里芋の白和えなどおばあちゃんの味が若い人にも受け入れられる形にアレンジされていきました。若い20代30代のスタッフが学んでその味を継承していくっていうことが今回の目的になっているので、オープン1ヶ月を前に4人ができたばかりのレストラン棟に入りました。この日はジェラートを作るため機械の使い方を学んでいました。小さいお子様から年配の方まで皆さんで利用していただけるような場所になっていただけるといいと思います。子どもたちが野菜を美味しく食べれるようなレストランにしたいです。ほっと一息癒されるような空間とお料理を出していきたいです。地元の野菜などを使った美味しいお料理を出して満足いただけるレストランにしたいと。レストランの真横には大井川鉄道の駅ができます。全体は11月12日、すべての施設オープンいたします。ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしております。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。